僕が公共アート作品を作る際に一番考えるのは、やはりどうやってアートにあまり接したことがない一般の人たちにアートを楽しんでもらえるか。そして日常からの脱出といいますか、普段見ないもの、そして普段とは違う感性を体験してもらう。普段感じているものも違うように感じてもらうというようなことを念頭に置いて作品を作っております。ただそう言いましても、あまりにも自分から遠すぎるものであると、自分が理解できないアートに対して嫌悪感みたいなものを抱いてしまう可能性もありますので、公共作品を考えるときには、参加者にとって遠すぎない共通して皆が持っているものということを考えて制作することが多いです。バンコクで制作した作品「タイム」「時間」という作品は、 BTS スカイトレインというバンコクの電車の駅前でショッピングモールとの間にある広場での制作になったんですが、ある意味通過点であるという特徴を持つリミナル空間でして、通勤する人、帰宅する人、買い物に来る人など、アートを見るために来る空間ではないので、ここを通る全ての人が一番共通して持っているもの、誰もが持っていて関心があるものということを出発点に考えて、時間をテーマにデジタルな体験型の時計作品を制作することになりました。このデジタル時計はやはり日常から離れていて、時計の中に入れる、そして時間の中に入れるという感覚を味わってもらおうと思い制作しました。普段時間というのは皆さん意識して生活されていますよね。お仕事をする時間や遊ぶ時間など時間を考えることは多いのですが、時間とは何かという疑問や時間自体を考える機会というのはなかなかないと思うんですよね。このような理由からトレボリキ・ポメグラナテスというですね、サウンドアーティストとのコラボで時間の空間を意識できて、時間空間に没入できるような機会を作れないかと思い制作するに至りました。この空間の中に入ると別次元の空間の中に入れる、そして動いている時間の中に入れるという体験ができるようになっています。この作品のタイトルはですね、タイム、時間というタイトルがついてますが、あなたの時間は私の時間とは同じものではないという副題もついてます。この意味はですね、スペシャルレアティビティのトゥインパラドックスティオリーというものから来ていまして、宇宙空間で光の速さに近いスピードで過ごした一人と、地球で過ごした双子の時間に誤差が出るという理論から来ています。宇宙空間では物体が速く進めば進むほど時間の経過は遅くなり、動いていない物体との時間の経過の誤差が大きくなります。ですので、時間の経過というのは、我々は普段普遍的な時間を共有して皆が24時間持っていると考えがちなんですが、実は時間には歪んだ時間が存在していて、時の流れは一定ではないということなんですね。この時間の流れをテーマに、もちろん地上の人間が光に近いスピードで動くことはできないんですが、人々の時間の流れや動くスピードも実は違っていて、環境問題などの諸々の問題も人それぞれ時間感覚が違っていて、あなたの時間感覚と私の時間感覚は決して同じものではないということを表現するために、そのような副題もつけました。こことそこは遊び場にあるですね、シーソーをモチーフにして作られています。普通のシーソーですと2、3人で遊べるような長方形のシーソーになっていますが、このシーソーは直径5メートルの円形になっておりまして、25人から30人程度乗れる大型のシーソーになっています。このシーソーでは場所を移動することができて、人が動く重力の移動によって上下に動くようにできています。なぜ丸型かと言いますと、円形にすることによって世の中の縮図のようなものを作れないかという意図がございます。と言いますのは、人は生まれながらにして公平に生まれてきているとは言えないということを表現できないかと思い、このような形になっています。一見しますと円形で調和の取れた
平和的な形に見えるんですが、実はシュールな意味を持った形になっておりまして、シーソーの物理の側面から見ますと、一番影響力のある端っこに乗れる人数が非常に限られています。片方で3人ぐらいしか乗れないようにできてます。対照的に真ん中に乗れる人数は非常に多く、11人程度になっています。そして一番端っこの1人と真ん中の11人程度でちょうどバランスが取れる構造になっています。構造的には3層になっていまして、上流階級、中流階級、下層階級というような3層を表現しております。政治的な権力を持った人や富裕層の人はですね、世の中で非常に少ないパーセンテージの中にあって、財産や社会的な地位が低く、生活水準の低い階層は非常に多いパーセンテージの中にあるという格差の現実をシーソーの構造に当てはめています。この作品を作るきっかけとなったのはですね、現在、僕が居住していますタイで2014年に起こった軍事政権のクーデターによって、デモと政府批判の禁止、そして選挙が延期という事態が起こって、選挙がない世の中、デモができない世の中に慣れていない僕にはですね、ショッキングな出来事だったんですね。そしてタイの現代政治の歴史は非常に複雑なんですが、大まかに言うと、現在ではタイの黄色と赤色に象徴された二極の政治の政権のサイドに分かれています。そして大きなイデオロギーの違い、そして政権闘争がですね、日常レベルで顕著に現れておりまして、この世の中の分断に対して何か反定理的な問題提起ができないか、ちょうど模索していた時なんです。そして当時、同時にですね、2016年、17年にはアメリカやフランスでもドナルド・トランプとヒラリー・クリントンの政権闘争、そしてフランスでは、EU 離脱を争点としたエマニュエル・マカロンと、マリン・ルペンの2極に分かれた政権闘争も起こっており、イデオロジーの違いによる社会の分断が顕著に、世の中に表面化していたこともあって、このような作品を制作するに、至った次第です。この作品のですね、もう一つの、側面はですね、遊びの要素でして、世の中の皆が共有しているものは何かと考えた時に、やはり暇な時間、レジャーの時間というのは人間皆が共通して持っているものなんですが、レジャーの時間がどれだけ文化とつながっているのか、またつながることができるのかというのを、研究考察するというのもこの作品で考慮したことです。遊びとですね、真面目な政治問題が共存できるのかという矛盾に関してなんですが、これに関してはジョン・フィーゼンガさんが1949年に書かれた「Study of Play」からの引用になるんですが、遊びとは自発的な行為で2つの特性があり、1つ目は遊びは自由でなければならないということで、2つ目の特性は遊びは非日常の行為であるということ、この2つの特性を考慮に入れて、自由で非日常的な遊びという行為を通して、一時的でもありながら理想を求める行為を不完全で不公平な世界観の規範に持ち込むことを作品を通して試みております。我々が普段自発的に抑えている、または抑えつけられている社会の中での規範を超えて、アートを通して自由になってもらう、
もし自分のイデオロジーと違っていても、この作品の中では反対側に行くことができる、もしくは反対側に行ってもらう、反対側の人と協力してもらう、または反対の人と話す機会を持ってもらう。ですので、遊びを通して政治というものももう少し自由な発想で考えられないだろうかということを、考察する目的がございます。もちろんイデオロギーは人それぞれありますので、それを変えようということではなくて、我々が持っている可能性というものをどういうものなのかということを遊びを通して考察すると。しかし作品のイメージと裏腹に割とシュールな視点をベースにした、考察ということになっています。コクーンという作品はタイのコーラット地方にあるジム・トンプソンファームでの制作と、中国重慶のエッセンスミュージアムという全く異なる環境での制作になったので、同じ作品でも随分と感じが違う作品になってます。ジム・トンプソンファームでの制作の出発点は、ジム・トンプソンが持つシルク農園と工場の視察から始まって、不要になったシルクのゴミをリサイクル化し表面に使い、重慶の美術館では表面も含めほぼ竹での制作になりました。ジム・トンプソンでの制作では絹が地元産業の一つなので、そういった意味で訪れる人にはゆかりがあり、国の中に入るという脱日常を体験してもらう作品でした。重慶の作品は COVID-19 のパンデミックが始まって少しした時期にキュレーターのニー君から国運の制作依頼が来て制作することになりました。世界の全ての人々が共有して体験し大きな損失を受けたパンデミックですが、国運の中のような隔離潜伏という長期間に及ぶ期間を過ごしたことで、テレワークなど新しい働き方改革が起こり、世界の自然汚染の解毒に構想したり、メタバース NFT などのデジタルの世界の変革を促進したりと、ある意味では潜伏期間によって浮かした考え方や事象も多く見られたと思います。まさか2年以上の長い時間を要するとは想像していませんでしたが、そういった意味ではキュレーターのニー君は非常に先見の目があったのだと思います。私の経歴は、日本で22年ほど過ごした後、アメリカのカリフォルニアで2年、ニューヨークで18年ほど過ごしまして、その後現在タイのバンコクで10年ほど住んでおります。欧米とアジアの公共アート制作での違いということに関して最後にお話をさせていただければと思います。公共アートに関しまして、欧米とアジアの観客の絶対的な違いといいますのは、アートを見てきている数の違いですよね。欧米では子供の時からアートをずっと見てきて育っている方が多いので、目が肥えている方々がやはり多いと感じます。特に都市部では美術館やギャラリー、公共アートも含めて日常茶飯事で起きていることなので、アートとの関係もより近い存在で、映画のようなエンタメの一部ぐらいの感覚でもあるのではないかと感じています。ですので、公共作品を作る際に考える点で、非日常体験をしてもらうというのは変わらないと思うのですが、目が肥えているがゆえに、皆が持っている共通のものということをそれほど気にしないで制作できる環境なのかなとは感じております。逆に言えば、全く共通でないものや違った視点からの作品を、もっと自由な表現ができるのかとは思います。この作品はダイアファスペクトラムという作品で、ダイアファナス、半透明と光のスペクトラムという2つの言葉を合わせた造語のタイトルがついています。この作品は僕のインスタレーションデザインとサウンドアーティストのウルフ・ギャング・ギル、そしてインタラクティブ・ビジュアルのジャスティン・ライリーというですね、3人のコラボ作品で、
360度の XYZ アクセスの、ルフギャングの音と、映像を、シネステシアをテーマに体感できるインストレーションという形になっています。逆に現在のアジアでの公共アートの利点というのは、冒険ができるということではないかと思います。特にタイや中国、シンガポールなどの国では、欧米や日本だとレギュレーションが厳しかったり、スペースや予算的なことからも現実化できないアイデアも話に乗ってくれることが多く、そういった意味での自由は現在のアジアにはあるのではないでしょうか。